ごきげんようです。編集難民、ナミビアさんです。バナナが美味しい、マリさんだぜ。最近買い物にも行けていないので、鉛筆でも育成しようかと思います。あれ、鉛筆って育成するものだっけ？もちろんですとも、売れると黄色くなって、皮が剥けやすいんですから。それ、バナナじゃないのか？物語は、主人公が朝、目を覚ますところから始まります。目の前には、なんと鉛筆が、私は小学生の時以来、鉛筆を触っていないので、ちょっとした驚きですよ。ちなみに、鉛筆は F か H を使っていた記憶があります。実は強すぎないか？ボロボロになるまで使うとは、主人公も勉強熱心ですね。ちゃんと QH を使わないと。あれ、薄すぎるんだよな。一心二心ね。では、この四角い鉛筆を育てていきましょう。最初に与える餌は、やっぱり病人におかゆを食べさせるみたいに、鉛筆の芯にしましょうかね。鉛筆に芯を食べさせたら、共食いじゃない？あれ、マリーさん知らないの。鉛筆って共食いするんですよ。その証拠にほら、筆箱に入れていた新品の鉛筆が短くなっていることがあるじゃないですか。それ、削ったんだよな。昔はあんなにまっすぐだったのに、だんだん尖っていっちゃうんですよ。尖ってなかったら書けないだろ。さて、二日目になりました。鉛筆は伸びていますね。昨日は夜更かししたのでしょうか。赤い顔をして、横たわっています。ダメですよ。宴会は自粛してください。鉛筆は酒は飲まないんだよ。ほら、早く酔いを覚まさないと。インクでも飲んで、落ち着きなさい。お前が落ち着いてないよな。果汁 100%、朝一に絞ったばかりで、乳脂肪分たっぷり。それ、牛乳じゃね？え？牛乳？特選体。っておい。さて、インクを与えたので、立派なボールペンになりました。いいインクを与えなかったので、万年筆にはならなかったのですかね。そんなに言うなら、もっとインクを足してみようぜ。なるほど、それは名案ですね。インクを増やせば増やすほど、ツヤのある仕上がりになりますよね。まずは下塗りをしてから重ね塗りをしていきましょう。それ、塗装と間違えてないか？マリリーさん、ミスどこだっけ？だからなんでボールペン塗装してるんだよ。4日目になりました。あの鉛筆がここまで立派に成長しました。蓋を開けてみると、あら不思議、こいつはクゼー、油性インキの匂いがプンプンするぜー。こいつ、喋るぞ。マッチ先生、ですって？こいつ、この星のペンじゃなかったのか。ふるさとに残してきた友達、マッキーペンだという芸能人とコンビを組む約束を果たすために、さらば、マッキー、また会える日、もとい、また機会があれば、そう、マッキーだけにね。お前、ギャグのセンスないな。これが本当のマッキーギャグ、やかましいわ。という夢を見たんだ。夢落ちかよ。鉛筆が遠いところに行ってしまう悪い夢を見たので、なかったことにしましょう。鉛筆が物語を綴る存在、つまり創造神だとすると、消しゴムはなかったことにする存在、いわば破壊神です。ならばその破壊行為の結果、すなわち消しカスを取り込ませましょう。取り込んだ結果がこちらになります。なあ、消しゴムが寄生してるんじゃないか？あれ、力加減を間違えましたかね？でも安心してください。ナミビアさんはこの動画の世界では全能神です。明日になれば全て解決していますよ。むにゃむにゃ、寝言言ってないで起きろ。ああ、そういえば言い忘れてましたが、ナミビアさんは破壊の方が得意です。こらー。ということで、主人公もろともなかったことにしておきました。やったね。ごきげんようです。編集難民、ナミビアさんです。動画の前半もなかったことにするのはやめてくんね。あーすみません、キングクリムゾン。それ、結果だけ残ってるんだよな。ほら、マリリンさんが変なこと言うから、鉛筆が青くなってますよ。顔面ブルースグリーンですよ。あの画面、割と心臓に悪いからやめてくんね。仕方がないので、ホワイトアウトさせておきました。これで白、つまり無罪方面ですね。お前、白くしすぎて、もはや消しゴムみたいになってるじゃないか。これじゃ使えないぞ。必要ない。よし、シベリア送りだ。お助けください。鉛筆にはもうゴリゴリです。やっぱりできるお兄さんことナミビアさんは、シャーペンを好むのですよ。ということで、シャーペンの芯でも煎じて飲ませてあげましょう。シャーシンではなくて、シャーペンになったな。もちろんシャープなだけでなく、スマートに使いこなせてこそ、一人前の筆記用具です。それでは早速。あれ、おかしいな、もう一度。ねえ、マリネー。どうした？どの硬さの芯を入れたの？ああ、その辺にあったミディのシャーシンを入れておいたぜ。あねぼー。というわけで、今回のゲームで学んだこと、
圧は強すぎない方がいいということですね。何も学習してないじゃないか。